この動画を最後までご覧いただくと、東西線各所で進められている改良工事について、2022年7月現在の最新の状況を一通り知ることができます。始まりました東西線工事中。ナビゲーターの笠井空です。よろしくお願いします。前回の工事中からあまり日が経ってない気がしますが、各駅の工事、いずれも工事の進捗が大きく進歩したので、今回お届けすることになりました。さて、この動画の視聴者の方は、すでに東西線の工事についてご存知かと思いますが、初めて当チャンネルの動画をご覧になった方のために簡単におさらいしましょう。そもそも、東西線、特に東洋町から西船橋の間にかけては、農漁村地帯で人口の少ない地帯でした。それが、東西線の開通により、交通が不便な陸の孤島から大手町直結というアドバンテージのある町に変貌し、沿線は急速に発展。人口も急激に増加した結果、東西線は日本一の混雑路線という汚名を着せられることになりました。営団地下鉄やその後身である東京メトロは、乗降時間短縮を狙い、ワイドドア車の導入、列車増発を可能にするため、新型 ATC 装置の導入、平日朝の中野方面、都内区間は、並行ダイヤ化して混雑を均等化するなど対策をしてきましたが、それでも、抜本的な解決はできませんでした。そこで、東京メトロは、ハード面での改良を決定。南砂町駅ではホームの増設、木場駅は、ホーム及び駅コンコースの拡張、茅場町駅はホームの延伸、そして、九段下から飯田橋間では、九段下駅の引き上げ線を飯田橋駅に延長して3線化する工事を実施。これらによって混雑を緩和し、安全に利用できる環境を整えるはずでした。今回は、南砂町駅と茅場町駅で、大きく進捗が見られました。まずは南砂町駅。ホームと線路を増設し、中央線新宿駅のように、列車を交互に発着させることにより、駅の手前で列車が停車するのを防ぐ効果が見込まれます。南砂町、西葛西間は、東京メトロで最長の 2.7km。よって、平日朝の時間帯は、先行列車が南砂町駅に着く頃には、すでに、後続列車が西葛西駅を発車しているのです。そして、南砂町駅で乗降に手間取ると、このように駅ではない場所で電車が止まってしまいます。こちらは、2022年7月18日現在の南砂町駅。前日の雨で、開口部から滝のように水が流れています。注目したいのはこちら。B 線の、さらに、奥にレールが敷かれているではありませんか。これが増設される線路。この増設線と現在の B 線の間に新たにホームが構築されます。線路が敷かれたことによって完成後のイメージをつかみやすくなりました。ただ、駅の先を見ると、まだポイント設置までには至っておらず、というより、まだ分岐器が設置される箇所のトンネル構築はされていないようですね。西葛西型も見てみましょう。こちらは2020年9月の時点で、すでにポイントが設置される場所の新トンネルの構築が済んでいますが、依然地盤が構築されただけで線路は敷設されず、一時期、あそこの A 線と B 線の間に枕木が積まれているのを確認しましたが、ただ、すでに中野型の線路が敷かれているわけですから、もう間もなく線路が敷かれることでしょう。駅の外に出ました。工事の進捗により、歩行者通路が変更になっています。今までは、永代通り側から観察していましたが、足場が組まれ見えなくなっていそうですね。なのでこちらから、トンネルは開口部があるものの、電車の音はほとんど聞こえてきません。以前から観察してきた土道付近から、歩道と段差がなさそうなので、雰囲気的に、ここには新たな出入り口が設置されそうですね。下の改札階となる空間も開口部から確認できます。まだ階段は構築されていなさそう。こうしたことから、ゆっくりでも着実に工事は進行していることがわかります。続いて茅場町駅。簡単におさらいすると、茅場町駅では、B 線中野方面のホームを西船橋に向かって40メートル延伸。その分、B 線列車の停止位置をずらす工事を実施中。朝は、中野方面から西船橋方面行きに乗って日比谷線に乗り換える客も多くいるため、中野、西船橋両方面から大量に押し寄せてくる日比谷線乗り換え客の交錯を緩和する効果が期待されています。前回、動画では、延長部のホームの土台がお目見えしていましたが、この1ヶ月で大きく進捗を見せました。こちらは6月5日。ホームを支える鉄骨が確認できます。それが、徐々に、奥から、ホーム床面の構築が進み、7月5日の時点ではこちら。現在はこちら。すでに、ホームの構築は済んでおり、階段を仕切る壁の構築、そしてホームの仕上げといったところでしょうか。工事を始めて、なかなか姿を現さなかったホームが、ようやく姿を見せました。ここまで、本当に長い道のりでした。そして、飯田橋、九段下間の連絡線工事。簡単におさらいすると、もともと、九段下駅には、線路を止めておく線路がありましたが、これを飯田橋駅に接続。線路を3本にすることで、折り返し列車とのすれ違いを可能にし、その分、西船橋方面からの列車増発を可能にする、というもの。当初は、2019年度完成の予定が、大幅に遅れ。こちらも、なかなか進捗が見えてきませんでしたが、ついに、飯田橋駅側の壁が、仮設のものに変わり、壁を破壊して線路に合流する部分を構築しているのがわかります。地上ではこんな感じ。基本的に、日中は工事がないので、見た目は以前と比べると進捗がないように見えるかもしれません。しかし、ある日、深夜に、飯田橋駅付近を車で走ってみました。がっつり工事していますね。結構センターラインが移動しており、工事箇所に応じて蛇行を強いられます。運転には十分に気を使わないといけませんね。最後に木場駅。木場駅は、両端以外では、それぞれのホームが独立した構造になっており、かつ、ホームが狭い割には、近年、深川ギャザリアを筆頭とするマンションやオフィスが増え、利用者も増加。ホームの中野より約70メートルにわたり、地上から掘り下げ、かつ、両方のトンネルを破壊して、新たな空間を構築。ホームとコンコースを拡張する工事です。東西線各所で行われている工事の中で、最も目立った進捗が見られなかったこの工事。深夜永代通りを走っていると、工事をしていることには工事をしているので、ゆっくりでも、着実に、工事は進捗しているものと思われました。しかし、2022年7月14日、日刊建設通信新聞の記事によると、木場駅の工事が休止との報道。真偽を確認するべく、急遽木場駅へ。工事中丸出しな感じは相変わらずですが、3番出口への通路に掲示されていた工事完成図の張り紙がなくなっているではありませんか。地上に出ると、今のところ、木場駅の真上にある木場駅前交差点は蓋が敷かれたまま。まだ、工事の看板も残っています。しかし、3番出口横の事務所には人気がないだけでなく、あったはずの広報掲示板がなくなっています。張り紙には、新型コロナの影響で事業見直しに伴い工事を休止するとのこと。やはり工事休止は事実のようですね。さらに読むと、工事再開時期が不透明のため、道路を工事着手前の状態に戻すとあります。そして、歩道の作業帯は残すものの、車道の作業帯は撤去。一旦埋め戻して再度掘り返す手間を考えると、事実上工事は頓挫したとみて差し支えなさそうです。東西線の各改良工事、実は、本来ならすでに大型完成しているはずでした。しかし、列車を運行しながらの工事は思うように進めることができず、さらに、南砂町駅では、駅の直上を流れていた須崎川の埋め立てに使用された大量の廃材の撤去に、川の下にあったことに由来する特殊な構造のトンネルが工事で変形し、列車運行に危険を及ぼすという想定外の事態が発生。そのため長らく休止されていました。木場駅も列車運行を維持しつつ、シールドトンネルを一部解体して、新たな空間を構築するというのは、世界で例を見ない難工事が予想されましたが、やはり難易度が高く思うような進捗はありませんでした。そうしてもたもたしているうちに、新型コロナウイルスの感染拡大と通勤客の減少、そして東京メトロの経営不振という三重苦が重なり、木場駅の工事は断念することになりました。メトロの本音としては、他の工事も止めたいのでしょうが、いずれも今更やめることもできない状況で進めざるを得ないものと思われます。特に、連絡線工事の場合、もともと、平日朝に、一本設定のある九段下折り返しや夜間に車両を止めておく場所として使っていた線路を使用中止にして工事をしているわけですから、工事は完成せず、今まで使えた線路も未来永劫を使えないでは、シンプルに金をドブに捨てた状態になってしまいますから。茅場町や南砂町も、現在の状態で放棄するわけにはいかないでしょう。過日、国土交通省から、2021年度の混雑率の統計が公表されました。東西線は、相変わらず、東京メトロではトップであるものの、最大乗車率は 128% と、最もひどい時と比べ、依然7割程度の混雑率で推移しています。かつては、日本一の混雑という汚名を着せられた東西線も、現在は8位。2022年8月には、平日朝に2往復減便することが決まりました。利用者が大幅に減少したとはいえ、未だに、定員以上の乗車があるにもかかわらず、減便では、満員電車ゼロなんて未来永劫なさそうですね。ただ、その状況下でも、南砂町は、近年マンションやショッピングモールの建設の影響で、利用者は増加傾向にありました。その割にはホームが狭く、快速電車が通過していく駅。さらに、南砂町駅の南側、新砂地区は、工業地帯で南砂町から通勤していく人もいれば、南砂町へ通勤していく人も多くいる駅。そういう意味では、ホームが方向別に分離されるだけでも、結構安全性向上には寄与しそうです。また、連絡船も、西船橋側の増発ではなく、中野側の減便に利用されそうな気もしますが、都心部での輸送障害の影響範囲が最小限に留められるだけでも意義はあるでしょう。さて、今回はいずれも大きく進捗を見せた東西線の各工事。木場のみ、残念な結果になりましたが、他の参加者は着実に工事が進んでおり、完成が待ち遠しいですね。そして、気になるのが、南北線と有楽町線の延伸。開通は、2030年代半ばと10年以上も先の話。依然として、経営が改善しない東京メトロ。もしかしたら、これらも、途中で頓挫してしまわないか、不安になるでしょう。しかし、こちらは、行政も大きく関わっていることから、相当な理由がない限りは、事業が中止されることはないと思われます。特に、南北線は、地上を走る道路との一体整備もあるので、用地買収にも苦労しないかと。またもう一点。中野駅では、7月15日から、早朝の千葉駅1本が2番線をスルーしての着発に変更。ホームドア工事によるもので、2番線のスルー着発は2019年の中央線環球完全分離以来かと思われます。そして、その中野駅、ついに、ホームドア設置の運びとなりましたが、気になるのは、東西線直通列車の行方。東西線には、混雑対応のため、ドア幅を広くしたワイドドア車や、運転室面積拡大と部品共通化のために、変則的なドア配置をした車両が多く走っています。JR 東日本では、主に、ハーフハイト型と構造をフレームだけに簡素化したスマートホームドアを導入。中央総武線では、両方とも導入されていますが、ハーフハイト型は、完全に、E231 系のみの対応となっており、東西線の車両は対応できません。一方、スマートホームドアはというと、開発元の JR 東日本メカトロニクスによれば、開口幅を最大 2.8 メートル確保できるとのこと。ワイドドア車のドア幅は 1.8 メートルなので、一見問題なさそうです。しかし、東西線で設置が進んでいるホームドアの開口幅は3メートル以上。ハーフハイト型が開口幅2メートルというのを考えると、定位置停車の精度向上でなんとかカバーできそうな、できなさそうな、微妙なところです。かねてより、JR 東日本は、首都圏の全線全駅にホームドアを設置する方針を明らかにしていましたが、東西線直通列車が停車する、三鷹、中野間と船橋、津田沼間の設置時期は明確にしていませんでした。なぜなら、東西線を走るワイドドア車や変則ドア配置車は、すべて東京メトロが所有する車両であり、旧営団地下鉄や東京メトロの都合で採用した構造。JR 東日本としては、東京メトロの都合で特殊で高価なホームドアを設置させられる格好となり、長いこと協議を重ねてきたのではないでしょうか。この度、中央線から東西線への直通列車が発車する5番線への設置が決まっていることから、同時に直通廃止のアナウンスがないあたり、何らかの形で落としどころついたのでしょう。スマートホームドアとは思いますが、どんなホームドアが設置されるのか気になりますね。房総部からのお知らせです。8月13、14日開催のコミックマーケット100に房総部がサークル参加します。今回は、南雪のり活動10周年記念し、これまで大きく明かされることのなかった、南幸則や私たちの裏話に、今まで出してこなかった貴重な写真の数々、さらに特典動画もついてきます。参加には、事前に、チケットの購入が必要です。8月11日まで、順次、各チケットの二次販売が先着順で行われています。具体的なスケジュールは、コミックマーケット公式ホームページ、または動画の概要欄に載せている告知動画をご覧ください。また、当日会場にお越しいただけない方のために、メロンブックスでの併売も実施。遠方で来れない方は、ぜひ、メロンブックス通販のご利用をご検討ください。当日は、皆様にお目にかかることを、南幸則が楽しみにしております。今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。動画の公開予定は、ご覧の第1チャンネル、または、南幸則のツイッターで告知しています。それではまた、次回の動画でお目にかかりましょう。じゃーん。